プロバスケットボール B リーグの開幕に向けて、琉球ゴールデンキングスと沖縄都市モノレールによる琉球ゴールデンキングスジャックモノレール車両が2日から運行を開始する。車両の内面すべてに今村啓太選手やジャック・クーリー選手、岸本隆一選手ら主要6選手を写したポスターが散りばめられ、10月1日のホーム開幕戦を PR する。那覇空港駅で同日お披露目式が開かれ、今村選手やクーリー選手、白木徹社長らが運行を記念するテープカットを行った。第1便は午後4時台に那覇空港駅を出発し1往復する。1日平均7往復、2023年5月末まで稼働する。